イレーン・ランチャオはアメリカ合衆国の政治家、夫人大学名誉博士である。労働長官、運輸長官を務め、アジア系アメリカ人女性として初めてアメリカ合衆国の閣僚となった。1953年3月26日に台湾の台北市で誕生した。台北の静心小学に入学したが、8歳の時に一家でアメリカ合衆国に移住し、 ニューヨークのロングアイランドに住んだ。1975年にマウントホリヨーク大学で経済学を学んだ後、父親が経営する船会社で2年間勤め、1979年にハーバード大学経営大学院で経営学修士号を取得した。卒業生代表に選ばれるほどの優秀な成績だった。シティバンクニューヨーク支店に勤め、1983年の ホワイトハウス実習生に選ばれて政治の研修をした。1984年から1986年にはサンフランシスコのバンクオブアメリカで副社長をしている。この頃から共和党の資金集めに協力するようになった。1986年に連邦政府に入り運輸省開事管理局次長に就任し、1988年には 連邦会議委員会議長に選ばれた。1989年には、ジョージ HW ・ブッシュ政権の運輸副長官に任命され、政治的ポストに就いた。1991年に平和部隊団長。1992年にアメリカ連合事前基金総裁を歴任。2001年に、ジョージ W ・ブッシュ政権の第24代、アメリカ合衆国労働長官に就任した。 2016年11月29日にドナルド・トランプ、次期大統領によりアメリカ合衆国運輸長官に指名されてインフラ政策を主導することとなった。2017年1月31日、上院により運輸長官への就任が正式に承認された。2019年10月22日の即位礼制電のギニス3列車、翌23日には迎賓館赤坂離宮に 安倍晋三内閣総理大臣を表敬訪問した。通常運輸長官は大統領継承順位の第14位であり、継承順位第1位のダンクエール副大統領が3列した前回の即位の例と比べて大幅な格下げとなった。2021年1月7日に2021年、アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件を深く憂慮しており、見過ごすことはできないと批判して、 意を表明。任期を10日残して1月11日付で退任した。父親のジェームズ・ S ・ C ・チャオは、チャンス省賞家庭を祖籍とする外省人で、商船船長。上海海事大学卒業。母親は、歴史学者のルース・ムーランチ・チャオ。父親、母親ともに、大陸時代の知り合いであるが、二人とも1949年の国境内戦中に、台湾に渡り、 そこで再び出会い、その後結婚して六条を設けた。チャオの両親を始めた家族は長年にわたって、米中の民間文化交流を支援し、また基金を立ち上げて、米中の苦学生に対する高等教育を受けるための奨学金を出して支援している。父方の祖父は、教育は国を救うとの信念のもと、 中華民国時代の1940年に自らの資金で私立理大鳥小学校を設立して自ら校長に就任し中国農村部の貧しい家庭の子供たちの教育問題に取り組む教育課であった。共産党政権に移行後に公立校となった後も1959年に54歳で癌で死亡するまで登校に教師として務めた。 チャオ一族は意志を継ぎ、長年教育問題に取り組んでおり、ライフワークとしている。父のジェームズが海運会社で経済的成功を収めた後、チャオ家は改革開放が始まっていた1984年に最初の教育基金の財団を設立した。この財団は優秀な学生に数千の奨学金を授与し、また家庭区の4つの大学に建設助成金を提供した。 また、ハーバード大学、上海海事大学、上海交通大学などに多額の寄付を行い、各大学には亡き母のルースの名を冠した学者が存在する。また、家族のルーツである暗記賞及びチャンス賞には、茶桶の支援の下で家族の名前を冠した幼稚園が設立されている。そのため、中国本土でも複数の名誉職に家族が就任しており、 結婚式には台湾だけでなく、中華人民共和国の中米代表多数が詰めかけたと一部には言われている。チャオの家族は、長年父親や姉妹など一家で、米中の友好関係、文化及び経済交流を推進する活動に、数多く携わっているため、中国と強いつながりを持つと一部には言われている。1996年には、基金総裁を辞任して、 夫の補佐に専念した。1993年には、ケンタッキー州選出共和党連邦上院議員、ミッチ・マコーネルと結婚した。ありがとうございます。